皆さんこんこにちは、スマホのコンシェルジュです今回は携帯電話を持ったら必ず把握しておきたい電話アプリの基本 iPhone 編についてご説明します。ガラケーから移行しても違和感なく使える機能の一つではありますが細かい仕様なども含めた上で最低限覚えておきたい機能に絞って解説していきたいと思いますそれではよろししくお願いいたします。 講座の詳細としては、まずはじめに、電話をかける方法、電話を受ける方法、着信音の設定、連絡先の使い方、以上の4項目でお届けいたします。このチャプターでは、電話をかける方法についてご説明します。それではまず、ホーム画面上より、 電話アプリを起動してみましょう電話アプリの画面が立ち上がりますので画面の下にあるメインメニューについてまずはお話ししていこうと思います電話アプリのメインメニューは全部で5つです一番左から順に説明していきますのでそれぞれの項目をタップしてみてください一番左側にあるよく使う項目とは 頻繁に連絡する方とその連絡手段を登録することができます次は履歴になりますこちらはよく使いますのでぜひ覚えておきましょうこちらの履歴は電話の受信・着信・不在着信の履歴を確認することができますまたこの履歴から相手を選択することでその相手に電話の発信をすることもできます アイコンの右上に小さな赤字で表示されている数字は不在着信の件数になります不在着信は赤字で表示されますのでその点も合わせて覚えておきましょう次は連絡先になります事前に登録している相手の連絡先が50音順に表示されますこちらから電話メールショートメッセージを送ることもできます 次はキーパッドになります。こちらの項目をタップするとダイヤルキーが表示されます。連絡先に登録されていない番号にかける際に利用します。最後に留守番電話メニューになります。こちらはオプション契約で留守番電話機能を契約していないと利用することができません。ただしスマホ自体が持ち歩けるので着信履歴からの折り返しや LINE やショートメッセージなどで内容を確認すれば留守番電話機能を使うメリットを感じる場面は思ったより少ないかもしれません次に連絡先から電話をかける方法についてご説明しますまずはメインメニューの連絡先を選択してくださいすでに登録されている方がいる場合には 登録した相手が50音順で表示されています電話をかけたい相手を選んで名前の部分をタップしましょう相手の詳細画面が表示されますので電話番号の項目をタップすると電話を発信することができますこちらでは履歴から電話をかける方法についてご説明しますメインメニューの履歴を選択しましょう 履歴には発信、着信、不在着信という表示があります。不在着信に関しては目立つように赤く表示されます。履歴の中から電話をかけたい相手を選択すると電話をかけることができます。連絡先に登録していない番号はダイヤル番号で表示されます。こちらでは 電話番号を入力して電話をかける方法についてご説明します。連絡先に登録していない人やお店に電話をかけるときに利用しましょう。先ほどご説明したメインメニューのキーパッドの項目を選択してください。ダイヤルキーが表示されますので、市外局番や090などで始まる携帯番号を入力しましょう。電話番号を入力したら、 緑色の受話器アイコンをタップして電話をかけることができます電話が終わった場合には赤い受話器アイコンをタップして自分で電話を切るか相手が電話を切ると通話が終了しますこのチャプターでは電話を受ける方法についてご説明します電話がかかってきたときには着信中の画面が表示されます 画面がオフの時とスマホを操作している時で着信画面が異なります。また事前に電話帳に登録している場合には相手の名前が表示されます。画面がオフの時は緑色の受話器アイコンを右にスライドすることで電話に出ることができます。拒否したい場合には特に操作をすることはありません。本体のサイドにある電源ボタンを押すことで 着信音やバイブレーションを止めることができます。次に、スマホを操作しているとき、つまりスマホの画面がオンのときは、OS のバージョンによって少々画面が異なります。最新の iOS14 以降は、左の画面のように、画面の上部に着信中の通知が出てきますので、緑色の受話器アイコンを応答をタップして、 電話に出ることができます赤い受話器アイコン拒否を押すことで拒否することができますまた iOS14 以前は右の画面のように電話がかかってきた時の着信画面がフルスクリーン表示になります電話を切るときと拒否するときは先ほどと同様にして各受話器アイコンを選択しましょう フルスクリーン表示の方がいいという場合には次のページでフルスクリーン表示にする設定手順を解説しています着信画面をフルスクリーン表示にするにはまず本体設定を開きます設定アプリをホーム画面より選択してください設定画面内を下にスクロールして「電話」という項目を探して選択します 次に着信を選択します。ここでは着信画面の表示方法を選ぶことができます。バナーの欄にチェックが入っていると思いますのでフルスクリーンの方にチェックを入れましょう。こちらで着信画面がフルスクリーン表示になります。こちらでは通話中の画面と主な機能についてご説明します。 通話中は基本的にはスマホを耳につけている場合が多いので耳が触れることでスマホが誤操作されないよう画面が安定します耳から離すことで画面のようにスマホが点灯します通話画面の主な機能は消音キーパッドスピーカーの3つになりますそれではそれぞれの機能についてご説明していきますキーパッドの主な利用方法としては 音声ガイダンスに従って番号を入力するときに使います。キーパッドをタップすると、数字入力画面に切り替わりますので、こちらで数字を入力することができます。スピーカーをタップすると、スピーカー音声に切り替えられますので、ハンズフリーで通話することができます。特に音声ガイダンスの利用時などは、スピーカーをオンにしておくと便利で、セットで使用することが多いです。 消音をタップするとこちらの声が相手に聞こえないようにすることができます通話を終了するには赤い受話器アイコンをタップしましょう次に不在着信の通知についてご説明しますアプリにはアイコンバッジと呼ばれる通知を知らせる機能がありますバッジはアプリの右側上部に小さい赤丸がついたり 通知件数を表示したりするのでアプリの周りに通知があるかをチェックするようにしましょうまたロック画面にも通知として表示されるようになっていますので通知をチェックすることで連絡漏れなどを防ぐことができますこのチャプターでは着信音の設定についてご説明しますそれではまず本体設定を開きましょう 設定内のサウンドと触覚という項目を選択してください。サウンドと触覚の設定項目内の着信音と通知音のスライダーを動かすことで音量の調節をすることができます。着信音を変更するには着信音という項目を選択しましょう。着信音を選択したら 最初から端末に搭載されている着信音の一覧が表示されています。画面をスクロールしながらざっと見ていきます。気になるものがあれば選択してみましょう。選択すると音楽が流れますので任意の着信音を選択しましょう。これで着信音の設定が完了です。ここではマナーモードの切り替えについてお伝えします。 iPhone の側面にあるサイドボタンを確認してください画面のようなスイッチが確認できると思いますので上下に上げ下げすることでマナーモードの切り替えを行うことができますオレンジの線が見えている状態がマナーモードの状態ですただしマナーモード中でも音が鳴るものが一部ありますのでご注意くださいこのチャプターでは 連絡先の追加方法についてご説明します連絡先でできることは連絡先にあらかじめ登録された相手に対して電話ショートメッセージメールの送信ができますそれでは連絡先の新規作成方法について順番にご説明していきますまずは電話アプリをタップしてメインメニューの連絡先を選択しましょう 次にプラスマークを選択すると新規連絡先の登録をするための画面が立ち上がりますまずは登録相手の「生命」を入力し下にスクロールしていくと電話番号やメールアドレスも同様に登録することができますそれでは「電話番号を追加」という項目を選択して電話番号を入力しましょう電話番号は複数追加可能です 追加する場合には入力済みの電話番号の下に「再度電話番号を追加」という項目が表示されていると思いますのでそちらを選択しましょうまた青字の項目名をタップすると項目名を変更することもできます項目名は画面の右の図の中から選択する形になります携帯電話や自宅勤務先など登録した番号やメールアドレスに対して 適切な項目名を割り当てましょうまたこちらの中に選択肢がない場合にはカスタムラベルを追加することもできます一番下のカスタムラベルを追加という項目を選択して任意の項目名を入力することができますすべての入力が終わったら最後に画面右上の「完了」を を選択すると登録が完了します完了を選択しないと連絡先に保存されませんので必ず完了を選択しましょう次に連絡先が変わったり新しく追加事項がある場合には編集を押すと各項目の変更追加が可能になりますまた個人の連絡先画面に表示されている電話番号や メールアドレスを選択すると電話の発信やメールの新規作成を行うことができます知らない携帯番号から電話がかかってきて電話番号が変わったのなんていう状況もあるかもしれませんそのような時は履歴から連絡先への登録を行いましょうこちらのメリットは履歴の電話番号を選択した上で 連絡先の新規作成をするので電話番号の項目を入力された状態で開始できます。なので入力の手間が少し省けます。まずは履歴の中から登録したい番号の右横にあるアルファベットの i のマークを選択しましょう。こちらは英語のインフォメーションの頭文字を取ったものになります。次に 新規連絡先を作成という項目を選択してくださいそうすると連絡先の作成画面に切り替わりますので先ほどと同様の手順で連絡先を登録して完了ですメインメニューの一つよく使う項目には連絡頻度の高い相手の電話番号やメールアドレスを登録しておくことができますここでは電話番号を追加する方法をご説明します ままずは、個人の連絡先画面を表示しましょう。下にスクロールして「よく使う項目に追加」という項目を探して選択しましょうよく使う項目に「追加」を選択するとポップアップが表示されますので「電話」「LINE」を選択してください次に登録してある電話番号を選択しましょうこれで完了です メインメニューの「よく使う項目」を選択すると先ほど追加した相手が表示されていると思います。こちらから電話をかけることができます。連絡頻度が高い場合履歴にも相手が表示されていると思いますので大抵は履歴またはよく使う項目で事足りるようにしておけば連絡先でわざわざ相手の電話番号を検索しなくて済みます。 ここでは連絡先の削除方法についてお伝えします。まずは個人の連絡先画面を表示します。画面右上の編集という項目を選択します。編集画面になったら一番下までスクロールします。一番下までスクロールすると連絡先を削除という項目があるのでそちらを選択しましょう。ポップアップが表示され、 確認のため再度連絡先を削除を選択するよう求められますので再度選択することで連絡先の削除が完了しますいかがでしたか電話アプリに関してはガラケーからスマホに移行してもあまり違和感なく使用できる機能の一つだと思いますただし基本中の基本であるためしっかりと使えるようになっておきましょう 今回の講義はこちらで以上になります。また次の動画でもよろしくお願いいたします。動画のご視聴ありがとうございます。